ハーグ条約を含めて従来の国際協定に違反して、戦勝国として占領軍の絶対権力の主権として一方的に作られて押し付けられた現憲法にはいろんな問題がありますが、何よりもその前文に非常に多くの間違いがあると思います。ここで一つこの映像をご覧いただきたいんですが、これは日本が降伏して間もなくのですね、8月19日にアメリカの代表的な新聞でありますニューヨークタイムズの、日本をこれからいかに解体統治するかという論文の冒頭についた漫画であります。この漫画が表示するように、戦勝国アメリカあるいはその他の連合軍にとって、まさにですね、この漫画が表示するような醜悪で非常に危険な存在であった日本をこれからその天皇をいかに扱うかという問題も含めていかに統治し解体するかということで、占領が始まったわけですけど、その統治解体の有効な機関として、すべとして、一方的に使われた憲法が私たちに押し付けられたわけであります。総理についてですね、総理に憲法についてお考えを正す前に僭越ながらその国語についてのおさらいをしてみたいと思うんですね。いかなる国語の文章の構成要素としても、名詞、動詞、副詞、助動詞、形容詞、助動詞、助詞、冠頭詞、冠頭詞というのは助詞の一種ですけれども、俗に手に法と言われる助詞があります。これはごく小さな言葉でありますが、実は非常に深く重い意味合いを持つ言葉でありまして、手に負なる言葉、つまりこれは助詞の総体を表す言葉ですけれども、この助詞というのはですね、極めて重要な性格の言葉です。特に助詞の使い方によっては文章の印象が致命的に左右されますね。助詞の重要性について日本の大きな辞典の広辞苑の中に手に負という条項がありますが、その中に手に負の間違いはその文章の意味を状況を意思で伝えることになるとありますね。これは非常にその暗示的なその表示でありまして、助詞一つを間違えますと文章そのものが非常に大きく誤解される可能性があるわけです。現憲法の全文の中ですね、こういう間違いがたくさんありますね。憲法の全文のその冒頭の一部ですけどね、こういう文章がありますね。平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼しという文章がある。これから導き出されてきた第9条ですね、日本人の多くに解釈した絶対平和というね、いわば非常に非常に危険な共同幻想というものを導き出したわけでありまして、その9条がね、それをね、如実に反映しているわけですけれども、これ今日のね、緊迫した世界情勢の中での集団的自衛権に関する正当な議論の大きな妨げになっているわけです。これはね、私はやっぱりその憲法の全文としても非常に厄介な危険なですね、この事例だと思いますよ。でこの公正と真偽に信頼しのですね、この二という助詞はですね、使い方として明らかに間違いですね。誰かにね、借金頼まれた時にね、しょうがないって分かったと、あなたに信頼してね、金貸そうと言いますか。あなたを信頼して金貸そうと、これはね、一般の社会の中でね、例えばね、口約束にしようです、証文を書くにしようですね、あなたを信頼してと書きますけど、あなたに信頼してということではね、これはね、この借金の義理に応じる主体者のその存在、あるいはその客体者の存在が非常に曖昧になると思いますね。このね、平和愛好する諸国民の公正と真偽に信頼しているこのおかしな日本語というのは本当にその、危険なので非常にその、ね、日本にあかね問題をもたらしている救助につながるわけですけども、これはですね、あくまでもですね、公正と要するに平和愛好する諸国民の公正と真偽をですね、その信頼してとなるべきだと私は思います。でその他の全文の中でもですね、助詞の間違いがいっぱいあるんですね。つまり我々の日常の会話の中で寛容されていないような、その要するに助詞の言葉遣いは、
これ外国人の作った憲法の全文の中にたくさんありますね。例えば公団の全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れうぬのからというのは、これとってもおかしい助詞だと思います。これ原文はですね、 get rid from fear and poverty という言葉ですけどね、これは from という言葉、まさに from 東京と大阪、東京から大阪の from でしょうけど、これはですね、日本の慣用としても全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れじゃんし、欠乏を免れというのはこれ正しい日本語です。これはね、やっぱり本当にその、文章の印象というのを混乱させるですね、間違ったそのしか、その助詞の使用だと思います。かつてですね、シェイクスピアの翻訳を全部したあの翻訳家でもあった、英文学者であった、かつて の、 その日本の代表的な論客であった福田光尊、福田恒成さんが言ってますけども、憲法の全文はですね、英文の翻訳としてはせいぜい75点だ。あの大学生の、ね、採点というのはね、有料か不可ってあってまで、かはですね75点なんで、これは落第の寸前の。しかしまあせいぜいですね、福田さんに言わせれば、日本のね憲法の全文というのは法文、英文和訳としてもですね、かの域を出ないですね、こんな手だらけじゃないわけですよ。いかにね、この崇高な理念を歌い上げるのも結構ですけども、それを表現する言葉が来ると言ったんではね、これはどうしようもない。まさにですね、画竜転生を書くとしか言いようがないと思いますね。まあ、総理も私も日本人としてあくまでもですね、自主憲法の制定を念願しておりますけども、とのそのですね、対岸成就のためにまずの一律化として、せめてこの全文の冒頭のね、助詞の間違いをですね、間違いですね、公正と真偽に信頼しの間違った助詞の2、この2の1字だけでもね、これ変えていただきたい。変えようじゃないですか。これ変えるためにどうしたらいいんですか。私ね、法制局の教官に聞こうと思ったんですけど、多分ね、これね、お役人の言葉でね、国会の審議にかけてね、その後ね、決まったら、ね、国民投票。しかしね、間違った言葉の助詞1字を変えるためにね、国会を審議する必要なんです。国会審議ってバカな集まりじゃない。まあ、そうやって仕方ない節がないでもない今日はあるけども。ね。でね、それをね、国民投票にかけるっていうのも、これはね、まさにね、お金と時間の無駄だと思いますよ。これはですね、総理が決断されてね、その要するに国語の専門家たちを集めてですね、審議をさせて、その答申を受けてですね、このやっぱり全文のですね、危険な要するに窮状というのを導き出すと、その要するに引き出し役になっている全文のですね、この世界平和愛好する世界の国民の公正と真偽に信頼し云々から、結局窮状で窮状が導き出されるわけですから、この2の1字だけはですね、変えようじゃありませんか。これはね、そのためのね、手続きといろいろまあ議論があるかもしれませんけどね、私はこれはね、このまさにこれがありの一決でありまして、この2を変えること、2の1字を変えることがありの一決となってですね、敗戦後70年にしてようやく私たちはね、自主憲法の制定につながる、そのね、それによって日本人のですね、とにかく主体性というのを回復することができるんじゃないかと思います。そう信じてやみません。ですからね、どうか総理ね、この2という助詞の一字を変えるだけで、あなたはね、まさに後世に目を残すね、総理になれるはずだと私は思いますよ。この2はですね、明らかに間違いです。日本語として、誰かにね、大金を貸す、その頼まれて貸すときにですね、その相手にね、お金を貸すときに、君を信頼してと言いますよ。君に信頼してとは言いませんよ。これはね、要するにその、これではですね、大金を貸し出す主体者の立場の位置が曖昧になってしまいますし、世間でも契約にこんな文書は通用しないはずです。ですからね、古い文化と伝統を誇るこの日本の憲法の全文にこれほど多くの助詞の誤りがあります。故にも言語として寛容性に欠けて日常に通用しない代物でしかない。これはまさにですね、この間違った全文で始まる憲法をいただいているのは国辱ですよ。これはこれはね、本当にその文化の破壊であると私も言えると思います。
何もですね、問題の多い絶対平和という共同元素を育んだ九条をいきなり変えると申しませんが、せめてこの点、二の一字だけでも自らの手で直すことをですね、一つ総理決心していただきたい。これあなたのね、非常に大きな仕事になると思いますけどね、二の一字だけ変えましょう。これ変えることで憲法の印象って変わってくるんですから、ぜひそれをお願いします。お願いして終わります。総理の、そうですね、決意の答弁の結構ですね、はい、してからお帰りいただきます。はい、ありがとうございます。安倍内閣総理大臣、文学者である石原慎太郎先生らしい、ご指摘だと思います。私も中学生時代だったんですかね、国語の授業でこの全文を丸暗記されまして、当時はこれは先生からですね、美しい文章だとこう言われたわけでございますが、子供ながらにもですね、平和を愛する諸国民の公正と真理に信頼し、我らの安全と生存を保持しようと決意したというのはなんとなくすっと入らなかったことを今思い出しているわけでございますが、しかし一時であったとしてもですね、憲法を改正、これを変えるには憲法改正が伴うわけでございますが、そこは二の一時でございますが、どうか石原議員におかれましては二の一時です。でですね、これは憲法改正、国民投票法を改正いたしまして、18歳からですね、投票が可能になりました。これは若い皆さんにもですね、憲法について身近に考え、自分たちも変える権利があるんだということにですね、もう一度思い立って、今おっしゃった指摘も含めて、考えていただく、今日の理論を契機としていただきたいと、このように思うところでございます。おります。